っていうのはどういう無駄打ちなのかちょっとリングのねファイトぶりを見てるとよくわからないんですけどねおっとこれはラリアットに持ってく手をかけたんですね。さあそしてそのファイトぶりが注目されるレスラーとしての評価が注目されるそのキューティーですけども、割と手足が短いんですよねこの選手そうですね、まあ、手足が短いというか背がちっちゃいというか、でも意外とこのジャーマンであるとかあるいはドラゴンスープレックスであるとかあるいはこのフットスタンプなんかのね得意技にしてますけど、ニーパッドしてないからなんか膝小僧とかすりむいててそれがいいっていうファンもいると思いますよ。なるほどね、欲しいのやってませんね。さあこれはちょっとトリッキーな動きになりましたけども、さあ今度は JWP2 プラトンのフライングネックブリカー、これはかなりいい角度できました。今日はこの展開何度か出てますね。そうですね。あーそしてあー2プラトンの攻撃をどうか阻止して、さあ流れ式、あ出ましたね、得意の流れ式のアームホイップですけども、さあなだれ式のワンホイップ行く前にビンタ一発くれたでしょ、うん、あれが井上田中って感じですね。なるほど、これはうまい、一瞬の片手がどうか、テクニシャンぶりをこの片鱗をちらっと見せたという感じのキューティーですけれども、あ2発目、あ危ない、いやこれはちょっと危ない角度で落ちた、キューティー大丈夫か、大乱者ぞ、うん、カウント2、さあそしてダブル井上、今度は強子だ、今日は入場の時にはね強行引き入れたのかな、なんかね、ミニ強行引き連れての登場で非常に華やかだったんですけども、あこの交流者が出ましたね、素晴らしい、渡辺さん見事にダブルで決めた、素晴らしい、思わず声を上げた斉藤さんですけども、でも、うん、本当は非常に安心して見ていられるというかね、なるほどね、これなんかすごいですからね、ポンポン出ましたね、これは珍しいですね、エルボーですよね、普通は、あそこで尾崎なんかやっぱり、ね、ああ、取れました、尾崎得意の、そんないつもいつも食らってたまるかってところでしょうね。なるほどね、あその定番、これは今のトピコンヒーローですか、はい、というか、まあ、反転してから、はい、サマーソルトで当たってきました、はい、いい感じでしたね。そうですね、舞台は場外ですけれども、キューティーもやりますね、そうですね、難しいファイトという感じですけれども、せっかくにアークリー打ち方が井上良かった、さあちょっとダブル井上が劣勢の状態になってまいりました。結構気強いですよね、キューティーですか、いや、やっぱり顔が優しいからって言ってレスラーですからね。そうですよね、舞台はリングに戻りました、だから名前だけのレスラーじゃないってことですよね、はい、さあそしておっとこれはおっと尾崎が風呂に入ってドラゴンズが消えにしまった、危ないぞ、おっとうまい、おおまさか強化という感じでしたけれども、いやーそれにしても尾崎のフォローがあったとはいえ今の一発だけでガラリと評価が変わるんじゃない、なるほど、ねレスラーって一瞬でなんか評価変わるけどね、フットスタンプから伊藤に負けじのフットスタンプ、何があるんですかこの選手、いやそして今度は尾崎も、尾崎がなんだ、尾崎もフットスタンプが痛そうだ、これはまだ行きますか、まだ行く、まだ行く、これ危ないぞ、相当エリカって強いのエグい攻撃ですね、でもタッグマッチだからね、うん、こういう展開ってあるんでしょうね、なるほどね、いやー進んでるところで高く、あこれは尾崎が得意にしている変形の、あっとしかしこれは気づいた、おっとロープを利用して、あージャパンだ、すごい投げっぱなし、さあ今度は何を見せるのか、今度は何を見せるのか、さあこれは多分反転式のね、あ、そうですね、反転するやつですね、さあ出ました、おっと綺麗に来ました、ボディープレスですが危ない、いやーヒヤッとしました井上京子、まあ、どうの展開としては JWP に失礼かもしれませんけれども、おっとあー出た、これは2回転
狙ったんですけれども、うん、それを見事にファーボールに切り返した。個々の力だとこういう試合展開にならないと思うんですけど、タッグマッチですからね。なるほどね。あーっと危ないぞ。バックドロップホールド、かなり高角度で落とした。おっと、今の蹴りを入れるあたり、かなり、あー出ましたね。でも左十字蹴り返しに行くのが空気なかなかのもんじゃないですか、はい。さあもう一回左十字、あーっとたまらず、たまらずロープに見えた尾崎。尾崎、因縁の対決となってきたんですけれども、おっと腕を固めて、これでホール取られてますよね。あJWP コンビ、持ち駒が少なくなってきましたね。なるほど、ええ、そうですね。もう必殺でフィニッシュホールドを出してますからね。あーっと、さあこれうまく固めた。これで決まるのか、うん、カウント2。井上京子あたりはまだまだね、うん、ありますからね。ここから10個ぐらい技ありますからね、まだ、はい。まあ、それの手数で優位に立つことができるのか。あーっと、蘇った。この日も最初のやつやるんですね。あー、エルボーだ。エルボー、なんていうか全部やらん。さあ、ナイアガラドライバーもご存じナイアガラドラ。しかし空気が入った、空気が柔らかと。そして、あ、しかし今度は井上隆子も勝った。いやー、目まぐるしい展開。そしてナイアガラドラ、だから全部スープレックスでも強気ですから。